ふみちょぱ、ふみちょぱ、ふみちょぱです。はい、ということで今日はついに向かいました。7月10日でございます。私は前々から言ってたんですよ。7月10日になればあることが私は解禁できると。これはね、私にとってやってみたかったことで、きっとなんだけど皆さんも喜んでくれるんじゃないかなと思ってることなんで、早速ね聞いてもらえたら嬉しいなと思います。ではこちらの映像どうぞ。はい、というわけで映像見ていただいた通り、ジェニー初めてのバンドでワンマンライブをすることになりました。めちゃくちゃ嬉しい。いやー、私ね、ずっとバンドでライブしてみたかったっけ、ずっとなの。ちなみに今回のワンマンタイトルはジェニーちゃんとバンドでございます。ちょっと前にさ、ミノロックっていうミノさんが主催しているイベントがあるんだけどさ、全員バンドサウンドでこうライブやったわけですよ。もう鳥肌が立つぐらい、なんかなんだろう、音の感じ方っていうのかな、一個一個のそのドラムのサウンドだとかさ、ギターの音とかさ、体にこう響き渡ってきて、歌い方から何からも全て変わったんですよ。新鮮すぎて、これはね、ぜひみんなと体感したいと思ったの。ちょっとさ、私このままだとこうずっと喋っちゃいそうなので、早速詳細の方を紹介していきたいと思います。会場時間は18時半から、そして開演時間は19時からとなります。会場はですね、東京のジーコ東京っていう会場になります。でチケット代はですね、1枚税込み3500円プラスドリンク代になります。そしてチケットの第一次選考はですね、2019年7月10日、本日から2019年7月15日の23時59分までとなっております。ちなみなんですけど、そのチケットを申し込む時には、1回で2枚まで申し込むことができます。これが一番大事です。入金期間ですね。入金期間は7月の18日木曜日の12時から2019年7月23日火曜日の23時59分までとなっております。これはね、忘れちゃうとチケット渡ったのに取れないっていうことになってしまうので、どうか忘れずによろしくお願いします。でライブが終わった後はですね、一人一人にちょっとお見送りできたらなと思ってるんで、ハイタッチでお別れができたらいいなと思っています。詳細はですね、概要欄のところにこうチケットのことだったりとか、お手紙の話とかね、もろもろ書いてあると思うので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。それでもちょっと不安だなとか、わからないなっていう方は UMI に問い合わせていただければ大丈夫だと思います。私の曲を聴き込んでる人ほど楽しめると思うし、初めて行くよって聞いたことないよっていう人でも大丈夫、絶対沸かすから。もしかすると私が一番楽しむかもしれないし、本当にそのぐらい楽しみにしてるんで、よかったら皆様8月20日のワンマンライブにぜひお越しください。というわけで今日の動画見てくださってありがとうございます。それではライブでお待ちしております。それでは。